moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。10月3日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。名古屋はですね、朝晩だいぶ涼しくなりまして、王子のね、あの脇汗もね、だいぶ落ち着いてきましたよ。滑り王子マスクマンでございます。はい、名古屋10月に入って急にあの涼しい通り越えて寒くなって、昨日は夏の掛け布団が寒くて寒くて毛布を出せばよかったなと後悔した味噌煮込みスキーと、です一昨日なんですけども、あの名古屋市港区にありますガーデンふ頭というところがありまして、ここでですね沖縄のイベントのモーアシビというイベントに参加してきたんですけども、いやーここでですねまたまたですね、沖縄そばがいただけて嬉しかったです。ただ心残りだったのはブルーシールアイスクリームが売ってたんですけども売ってた売ってた、これが完売して残念だったなと思ってるダンサーズでございます。はい、食べれませんでしたね。こんな3人がお届けします。今週のテーマは体力。今週のテーマは体力です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナー、久米島在住の新井健太さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナーです。体力についてまたフリートークします。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル8、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。名古屋市熱田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。問い合わせは
電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ名古屋。メールご紹介します。はい、はい、メールお願いします。はい、いきますよ。はい、ダンサーさん、みそさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、ですね、リスナーの皆さん、こんばんは、シュープリームです。ありがとうございます。テーマ体力。趣味の写真といえば車移動が前提ですが、先日は珍しく都内の夜景を撮ろうとカメラ2台にレンズ4本、三脚1本をバックパックにいっぱい詰め込み、浅草あたりを半日うろうろしていましたが、涼しくなったとはいえ夏日、そして10キロ超えの機材を背負っての電車徒歩移動はさすがに応えますね。心の中に何度も体力の限界と叫んだと叫ばないとか、叫んじゃったんだね、そしてどうせ年内納期が向いたろうと嫁に内緒で買った2キロ超えの超望遠レンズが届いてしまい、このレンズで紅葉と富士山を撮る楽しみができた反面、この重さは材料的に無理じゃないかと不安です。あ、重さが重いってことかな。重いんです ねすごい。あら、またちょっと来てますねあ、王子、プラ級ではこの時期チーム構想外で戦力外通告や怪我、年齢で引退などの行為をよく目にしますが、先週は王子の戦力外通告があるかと思って8時間しか寝れませんでしたが、継続で良かったですねありがとうございます、ね、まあなかなかね、食い切られることはないんですけども、ね、年々体力が落ちていますので、ただね、いつも言うようにですね、滑りがない、トークを心がけておりますので、皆さんそれだけはね、お間違いないように。ありがとうございました。すごい写真見てるんですけど、うん、カメラがすごいですよ、うん、素晴らしいカメラでしょうね。レンズ重そう、やっぱり、うん、見ますかね、なんか分かり、うん、今分かりづらいから。これだとあれだよね、すごいですよね、うん、野球場行っても選手がバッチリ映っちゃうっていうね、うん、よくね、こうスポーツ新聞の方が持ってるカメラ のレンズですよね。これが素晴らしいです ね、 あ、はい、高保さんが体力ツイキャスで、うん、私がサッカーの審判資格を取ってからというもの、10代の頃よりもはるかに持久力などが向上したと思ってます。同年代の男性よりもあるのではないかとさえ思ってますね、ってことで、うん、やっぱりね、資格、ね、審判やられてるんでね、うん、やっぱりそれだけ動きますからね、動きますね、本当にね、サッカーの、ね、審判の方なんかでもね、うん、大変だと思いますよ、ね、それはいいですね、体力がね。高保さん、はい、日曜日の昼12時半から、はい、高保のキックオフ、はい、というラジオ番組、うん、やってますね、FM ギノワでやっております、うん、はい、ぜひ皆様お聞きいただければと思います、はい、ください、はい、ペーターさん、体力っていう、体力がね、耐える力になってる、体力ないです、うん、気温急降下、ほう、ね、そうだね、寒いです、うん、あ、スプリームさん、王子のおかげでよく冷えておりますって。そうなの、スプリームさんよく山でお寒いところにいらっしゃるからいや違うよ、だから王子のおかげでよく冷えております。ああ、そういうことね。そしたら何、飲み物冷やすときでも結構冷えちゃうってことかな。おだまり。あ、カープボーイさん、体力といえばやっぱり千代の富士の引退の時の言葉が真っ先に思い浮かぶな。体力の限界、あれはかっこよかったって。うんね、本当にね、スポーツ選手のね、体力の限界っていうのは、うん、ご自身でわかるんでしょうね。ねえ、やっぱり感じますよ。いや、でも自分なんか体力の限界感じません。いや、ずっと体力の限界感じてますよやっぱり日に日に感じますもん。日に日に感じますよね、うん、ねえ、岐阜の9人のバーバーさん、9名古屋の皆さん、こんばんは。今から
夕ご飯作りスタートですってキッチンで聞きますねって。ありがとうございます。今からなんですね。大変だ。あで、あギネスさんも名古屋の皆さんこんばんはって。こんばんは。FMJG 新一さんもこんばんはって来てます。こんばんは。あ高尾さん王子早期食べに行ってくださいって。そうですね、はい、ありがとうございます。沖縄大好きさんもこんばん名古屋っていうことで。名古屋、あ名古屋っていう感じでございますね、はい、あでカープボーイさんのね挨拶はね、うん、一緒に一緒に一緒にコミスキーさんになってるけど、一緒にコミスキーさんダンサーさんひげを剃っても、うん、薬味するさん、うん、皆さん、うん、こんばんわ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 んガルル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 、今日は久しぶりにサージで読まれた。あれやっぱり3回か4回ぐらいだな年間に読まれるのって、はあうん、そうなんですね。というかあの今のあのわん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 ぐるぐる、なにガウ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 ガルルルル、ガルルルル、これあの結構あのーうん難しいですね。え何が、うん、あのそれをあの続けていようかなと思うと、うんうん、はい、ということで、はいはい、CM の後は、はい、電話ゲスト新井さん登場です。はい、はい、キユナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。はい、電話ゲストコーナーです。本日は沖縄県久米島在住の新井健太さんになります。こんばんは。こんばんは。どうも、はじめまして。はじめまして。はい、まずは、はい、新井さん、よろしければの自己紹介の方をお願いしてもよろしかったでしょうか。はい、埼玉県から久米島に移住して今2年半なんですけども、新井健太と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。まずですね、はい、埼玉の方から久米島に移住されたっていうことなんですけども、はい、なぜ久米島の方に移住されたんでしょうか。なぜって、まず今移住したきっかけが地域おこし協力隊という仕事で久米島に来てまして、はい、で最初
20年くらい前にやってた朝ドラのチュラさんを見てからずっと沖縄に住むのが夢で、あ、はい、で地域おこし協力隊っていう仕事も興味あったので、ちょうどタイミングよく採用縁があったのが久米島ということで、まあ、そうなんですね、チュラさんの舞台とは違うんですけど、はい、沖縄の離島に移住してきたところですね。あ、そうなんですね、はい。どうですか、久米島の生活はいかがでしょうか。はい、久米島の生活は楽しいです。あ、そうなんですね。はい、はい、どういったところが楽しいですか。まず埼玉にいた時は、はい、一人暮らしでアパートとかに住んでいても、はい、あの隣の人の顔があんまりわからないとか、挨拶がなかったりとかするんですけど、今は、はい、いろんなその近所の人との挨拶が増えたりだとか、はい、なんかそういうところに人のあったかさ感じるので、沖縄は結構そういう感じがあるのかなっていうので、なんかのんびり和やかに過ごしてるかなっていう感じはします。あ、そうなんですね、はい。ではもう埼玉にいらっしゃった頃はもう近所に誰が住んでるかがもう分からない状態だったんですね。そうですね、なんかアパートですれ違ってもこの人隣の人だっけなとか、あとやっぱり出入りが多かったりするので、はい、そんなに近所付き合いがなかったというか、はい、うん、今は逆にそういうとこ部分、まあ、不便ではあるんですけども、うん、なんかその分人とのつながりを感じれるというか、はい、そういうところがいいかなと思ってます。あ、そうなんですね、はい。久米島で生活されてますと、例えば私もちょっと久米島は私お邪魔したことがないんですけども、はい、エイサーなど祭りごとなどってあるんですか。エイサーもある島内でいくつかの地域でやってるんですけど、はい、その本島でやってる全島エイサーみたいな感じで、はい、すごいみんなまとまってっていうよりかは、はい、本当地域のお祭りみたいな形で、うん、本当に誰でもいいっていうか分かんないですけど、はい、結構割と自分の地域はウェルカムだったりしたので、はい、ちょっとお邪魔してもらさせてもらって、はい、ハーリーとかエイサーとかうん、その地域の行事というか文化にも触れさせていただいて、あ、はい、あ、そうなんですね、はい。いや、私も久米島お邪魔したことなくてですね、はい、一度は行ってみたいなと思うんですけども、はい、久米島のここは絶対行った方がいいというところってございますか。はい、絶対行った方がいいところは皆さん多分果ての浜っていう砂浜だけの島、はい、久米島からボートで15分とか20分くらいで行ける島は結構観光で有名ではあるんですけど、はい、自分結構お酒飲むの好きなので、なんか島の人がやってるお店とか行って、はい、なんかそういうところでいろんな人とかお話ししたり、なんかお酒飲んだりするのも楽しいかなと思います。あ、そうなんですね、いいですね、はい。やはり私も久米島というとどうしても久米線のイメージが出てくるんですけども、あ、そうですね、はい、この久米線がですね、はい、実は青森の方大好きな人間がまだ隣にいますので、はい、変わります。あ、はい、ありがとうございます、はい、はい、そこで私に振られちゃった。はじめまして、新井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ただあれですよね、泡盛も久米島は久米線だけではないですもんね、はい、もう一つ醸造所ありますよね。そうですね、久米島の久米線というのもなんか沖縄に2つあって、久米線だけの名前のものと久米島の久米線っていう、ものがあって、久米島の久米線が久米島で作られてて、あともう一つ米島酒造っていう、本当にちっちゃい、もう結構家族経営とかでやってる、酒蔵さんなので、そんなに島外に出回ってないようなお酒、逆に言えばこの久米島で、はい、久米島で味わえるっていうところですよね。そうですね、なかなか、はい、他の島ではというかね、その島外ではなかなかっていうところですよね、はい。ツイキャスでちょっと質問がありまして、はい、リスナーさんから、はい、地域おこし協力隊は確か3年ですよね、はい、その後はどうされるのですかっていう質問が来てるんですけど、シュプリームさんからですね、はいはいはい、ありがとうございます。もうあと半年で協力隊終わってしまうんですけど、自分は結構久米島にハマってしまって、好きなので、まあ、久米島には残る予定では
あ、はい、なるほど。今あの多分地域おこし協力隊っていろんな結構起業したりだとか、自分でなんか物事やったりっていう人が結構ピックアップされてると思うんですけど、自分はどちらかというより、まあ、島のどっかの事業所さんとかにこれから就職活動して、勤めようかなっていうことを考えてます。あの今あの現在この協力隊での具体的なお仕事っていうのはどんな感じなんでしょうか。はいはい、今は移住の相談窓口を担当してて、やはり久米島ってそんなにまだ認知度が高くないというか、やっぱ石垣離島だと石垣島宮古島行ったことあるとか、あと竹富とか西表島みたいな、あのそういう自然の大きい島には行ったことある、でも久米島知ってるよね、でもどんな島かわかんないみたいな方こともあるので、そうですね、そういう方向け、はい、そうですよね。あの実際に私も本当に まさにその通りで、はい、あのね、うん、よくパンフレットなんかではね、見たことがあるんですけれども、ね、もちろん果ての浜のね、うん、その砂浜の綺麗なのも本当に見たことあるのに、はい、やはり行ったことがないという、うん、行ったことがない。そうなんですね。あと、ええ、そうです、あその知ってもらうということと、やはりその内地の引っ越しとはちょっと移住、うんっていうのがやっぱハードルが違うというか、うん、あそうですね、はい、あのやっぱり具体的にそのお仕事されてて、うん、その移住相談に乗るっていうところがあると思うんですけども、はい、やっぱりどんな感じの質問を受けれたりするんでしょうか。やっぱり仕事とお家のもん、うん、お家があるかっていうことの質問がもうやっぱり多いところで、仕事については島内では結構やっぱ、はい、あの他の地域に漏れなく、あの人手不足ではあるんですけど、うん、お家が少ないので、なかなか移住してきてください、してほしいですって言いながらもお家が少ないので、そこがちょっと心苦しいところあるんですけど。そうなんですね。あの、はい、お仕事は結構あるのになかなかこう住む場所がないというか ね、なかなかそういう物件に関しては難しいっていうところは、はい、うん、そうですね、そうなんですね、うん、なかなかねこのこう外から見てるとそういうところの現状ってわからないものですから、はい、なんか貴重な。で、あの今ツイキャスでですね、あの、はい、FMJG 新一さんが、あの僕の、はい、あのお父さんが久米島出身ということで、はい、あ、そうなんですねもしかしたらどなたか知り合いなんかいろいろ何人かたどれば名前を聞いたらもしかしたらわかるかもですね、今人口が7200人くらいしかいないのでもうなんかどこそこの誰々っていうのが分かってしまう感じですありますよね。そうですね、結構車とかも、あ誰の車止まってるねとか、あそうですよね、あ LINE の車あそこに止まってたねみたいな、ね、もうあんまり、ね、うん、車に鍵かけたりとかしないんでしょうねきっとね、あっていう人も結構いますねお家空いてるよみたいな、ああそうか、車だけじゃなくてお家の鍵もね、はい、うん、っていうことはあるかもしれないですね。あのでリスナーさんでツイキャスでですね、ブギー街道さんが、はい、東京の方なんですけれども、はい、久米島いいですよね、はい、果ての浜良かったなということで感想を、 ありがとうございますなんか4回行かれたそうですあ結構ありがとうございますあと FMJ 自身さんから、はい、これなんて言うんです、5つの枝の松っていう字を書いて、あ小枝の松、小枝の松という有名な古木があります、はい、一見の価値ありですよということで、はい、琉球松 の、はい、あの結構お立派な松がうん、なんかあるんですよね、結構っていうところですあまりちょっと歴史的なこともそんな詳しくちょっと知らない、勉強不足で申し訳ないんですけど、ね、あのうん、でもこれからねまだまだあのこう、はい、ね、あの移住されて住まれて、あの、ね、はい、またこの3年の任期が終わっても、ね、うん、残ってこう残られるということで、はい、ちょっと楽しみですね、うん、あのでは、もう一人ちょっとね、こちらの番組にもう一人おりますので、はい、ちょっと変わっても大丈夫でしょうか。はい、あ、はい、よろしくお願いします、はい、お願いいたします。こんばんは、滑り王子と言います。はじめまして、はい、はい、よろしくお願いします。あの新井さんとね、あの同じような形で、はい、この地域おこし隊協力隊かな、はい、に参加したいなって思ってる方いらっしゃると思うんですけども、はい、新井さんはこう、はい、久米島を、はい、選定されたというか、そちらの方に行きたい、はい、地域に行きたいというふうに、はい、こうオファーをかけられたんですか。はい、あ、それ自分から久米島にエントリーした形ですね。はい、はいはい、
で、それもご自分で行きたい地域を選定できるってことなんですかね。そう、協力隊の制度を使っている自治体が募集しているので、はいはい、結構募集時期も結構それ地域によってまちまち、で自分が探してた時も本島のどこかの地域と、あと久米島の隣にある渡名喜島と久米島が募集、地域おこし協力隊募集してて、自分はそこの久米島にエントリーしたので、うん、結構いろいろ話を聞くと、うん、他の竹富町だとか、はい、国頭村だとか、うん、結構いろんな地域で、うん、協力隊募集してるので、ただその人が不足したら募集するとか、結構地域によって、うん、時期はそれぞれなので、なんかそのそういうワードでいろいろタイミングを見て検索して見つけるっていう流れになっちゃうと思うんですけど、うん、のタイミングがあるってことですね。そうですね、うん、でまたこれは全国的にそういう、はい、協力隊っていうのはあるんでしょうか、はい、その地域、まあ、日本全国、地域、そうですね、人口が減ってる国が過疎地域みたいな形で、なんか国の指標でなっているところは、その地域おこし協力隊っていう制度を行政が活用できて、はいはい、でそれに手を挙げた行政が募集してるみたいな感じです。あ、まあ、一番簡単なのは地域おこし協力隊というのを検索してですね、はい、そうすると、まあ、どの地域に、うん、はい、エントリーできるかっていうのが出てくるってことですね、はい、そうですね。ほうほうほう。だから例えばお近く、例えば私愛知ですけども、まあ、愛知の近くで、はい、岐阜とか三重とかですね、うん、はい、長野とかこう近くのがいいなっていうふうに思われる方は、まあ、それで検索して、はい、それにタイミングよく会えば、ね、そちらの方で、協力隊の仕事ができるとですね、はい、そうですね。ほうほうほう。なんか面白い、また新たなね、出会いができたりとかお仕事ができたりとかで、うん、興味を持たれる方がね、たくさんいらっしゃると思いますんで、はい、うん、またこの今のこの番組でね、地域おこし協力隊っていうのがね、皆さんにね、はい、分かったことはね、とても良かったと思います。はい、はい、ありがとうございます。いつもは私このお話あまりしませんよ。はい、うん、おだまり、うん、もっとすごくね柔らかい話をしてね、はい、うん、久米島にね、金髪のね外人のお姉さんたちがね、はい、遊びにいらっしゃって、はい、ナンパしてるのかなとかね、おだまり、そんなことばっかり聞いてますんで、はい、おだまり、はい、海外の方もいらっしゃいますよね。海外の方ではまだそこまで多くないかなっていう、はいはい、うん、感じはちらほらはいるんですけど、うん、観光ですね、うんうん、ね、まあ、そういうところをね、はい、まあ、特に、まあ、王子の場合はですね、そういった、はい、ビキニを着ていらっしゃるね、そういうお姉さんのことをね、はい、よく尋ねますけども、はい、うん、それが本当のメインなんですけど、今日はね本当のメインじゃないよ、はい、本当のメイン王子の話の中でですよ、はい、だけど今日はね、ちょっといろいろ聞きたいことがありましたので、はい、新井さんに今日はね詳しく教えていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、新井さんどうもありがとうございます、はい、私もですね、はい、久米島の方に行きたくなったなと思ったんですけども、はい、これですね、久米島に行く場合なんですけども、はい、まあ、いろいろ手段はあるかと思うんですけども、はい、一番お手軽なパターンってどういったパターンになりますか。一番お手軽だとまず那覇まで来ないと、はい、ちょっとこれ来れないので、はい、那覇まで来ていただいて、はい、フェリーで那覇から泊まりから3時間から3時間半か、あ、はい、あと飛行機だと30分で来れるので、だいぶ比較的に近い、時間的には近い島だと思ってます。あ、私ですね、実は、まあ、近い、はい、近いなと思ったのがですね、はい、実は読谷村で、読谷村でですね、久米島のコミュニティラジオ局、あ、はい、FM 久米島、久米島、はい、入るんですよ。はいはい、あと FM 久米島だったらまたアプリで聞けるので、はい、名古屋でも聞けるので、ぜひ。そうですね、私はい、そうなんですよ、その、はい、うん、読谷村でリアル電波で聞けたんですね、はい、あ、そうなんですね。だから、あ、これそれは、はい、いや近いんだなと思いましたので、はい、はい、そういうちょっと
マニアックな情報でした。あ、いい、あと自分も島の人にちょっとスポンサーになってもらって、はい、個人的に FM 久米島でラジオ番組やってるので、もしよければ。そうなんですか。ぜひ宣伝してください。番宣してください。ありがとうございます。そんな月に 2,3 回程度なんですけど、はい、毎月第1、第3、第5、金曜日の第1、第3、第5、金曜日、はい、はい、奇数ですね、はい、夜の7時から1時間、はい、はい、だいたいほぼ生放送で時々収録放送みたいな感じで、はい、島の友達と3人で、はい、ポークおにぎり温めますかというのんびりしたゆるい番組をやってますので、どっかで聞いたことあるような題名をちょっとパロディーな感じ。北海道のどっかで聞いたような、北海道のどっかで聞いたことあるようなやつをちょっと沖縄っぽくしてみて、番組につけさせてもらったっていう、はい、番組を。あ、そうなんですね。インスタグラムとかでは、はい、ゆるーくやってるので、はい、多分フォークおにぎり温めますかで調べてもらうと出てくると思うので、はい、ぜひ見てもらえると嬉しいです。貴重な情報を、ね、最後に聞きましたね。はいはい、ぜひ、ね、フォークおにぎり温めますかということで、はい、検索していただいて、はい、番組をね、はい、ちょっとなんていう番組調べていただけたらと思います。はい、第1、第3、第5、第5月曜日、あ、金曜日、金曜日の19時から1時間番組ですね。1時間、はい、はい、これはこの番組は、はい、メール募集などされてるんですか。あ、メール募集もしてます。あ、そうなんですね。なんか一番週末なので 1週間皆さんお疲れ様でしたみたいな感じで、はい、乾杯するような番組にしたいなと思ってます。はい、はい、では皆さん、はい、お酒を片手にぜひお聞きいただければと思います。はい、はい、新井さん、お時間となりました。はい、はい、すみません、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。久米島の楽しいお話いただきまして、はい、ありがとうございました。はい、よろしく、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、久米島在住の新井健太さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかあれですね、はい、果ての浜でもずくを海からすくって食べましたって、うん、FMJG のしんいちさんが、もずくをそのまま天然のが、ね、あ、そのまますくって食べれるってことですよね。天然もずくなんですね。天然もずくすごいですね。沖縄の、ね、最近ですと養殖が多いですけど、天然なんですね。あ、そしてですね、 FMJG しんいちさん、10年ほど前に村吉あかねさんのCG デザインに関わりました。すごくフレンドリーな方でしたって。あ、そうなんですね。わかりますよ、村吉あかねさん、ね、はい、いやー、なんかすっか、そうそう、沖縄大好きさんが本当のメインってヌーヤガってなってそうなん、何を言ってるんだろうと思って、ね、今日はちゃんとあれでしょ、いろんなことをお伺いしたね。本当のメインっていうからさ、いや、本当のメインはだから新井さんの久米島の話だよって思ったのに。あ、そういうことね。王子の話としてですよ、うん、いや、だから本当のメインっていうから、ちょっと待って待ってと思って焦りましたよ、私、ね、いつももっと緩い話してるから ね。あ、そうそうね、FMJ新一さんがね、なんかほのぼのとしたゲストコーナーでした、王子のトークも珍しくって、でしょ、うん、うん、たまにはね、でもちょっとさ、最後の方にね、出してきたなと思いましたけど、うん、ね、それはちょっと最後はね、ちょこっと出さないとね、私の担当でございますんで、そこは、ね、本性を出したな、うん、そうね、本当、そうですね、はい、うん、で、そう、今日ね、地域おこし協力隊っていうね、うん、まあ、キーワードというかね、はい、ポイントな、うん、ね、うん、はい、そう、どうやっ
どうしてこうね、移住されたのかなっていうそのきっかけがね、うん、地域おこし協力隊っていうのを初めて私知りましてね、うん、はい、ねこれちょっともっと若い時に知ってたらね、うん、そうでしょうね、うん、ね、うん、ね、ちょっと、うん、考えたのにな人生っていうね、うん、はい、今でも遅くないよ今でも遅くないよ、はい、って思いました。はい、はい、じゃあメールお願いします。はい、メールご紹介します。おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございま す。昔はそれなりに体力には自信があったのですが、50代になり体力の衰えを感じるこの頃です。ちょっと階段を上がるだけで息が上がったりして、先月より近くにできた24時間ジムの会員になり、無理せず少しずつ体力をつけられたなと思っています。そうですよね、今女性専用 のジムもありますもんね。ああ、ありますね、そういうところでね、はい、足腰を少しずつ鍛えるとかね、まあ、筋肉の維持をするとかね、そういうことをやってらっしゃる方はねたくさんいらっしゃいますんで、うん、これいいことですね。やらなくちゃいけないなと思ってるんですけどね、うん、膝のためにも。そうですよね、なかなかね。みそちゃんの場合はリハビリっていう。リハビリ、まあ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 、そうですね、うん、リハビリも兼ねてね、うん、そうなんですよね。でもやると筋肉がついてね、だいぶ楽になるっていうかね、歩きやすくなるとかって言いますもんね。そうそう、やっぱりね、負担がかからないんですよね、うん、その手術した部分にね、うん、はい、手は持ってるんですけどなかなかできないのが現状でありまして。でもあれじゃないですか、うん、いろんなところでこう歩くことが多いんじゃないですか、その移動なんかで。あ、結構歩けるようにはなりましたけどね、うん、歩いてもいますけどね、うん、そういうことだけでも違いますもん ね、 歩くことでね。ただね、やっぱりあが階段苦手ですね。あ、まあ、皆さんそうですよね何の話だろうね、うん、あ、で沖縄大好きさん、ゆるすぎて滑らないか心配だったけど案の定通常運転ということで。まあ、そうですね、あ、でペーターさんがね調べてくださっ てね、金曜日午後7時からのようですね、ポークおにぎり温めますかって。ああ、ね、面白いです ね、題名ちょっとね、うん、あれどっかで聞いたことがあるなと思いながら、うん、ちょっと沖縄っぽくね、うん、はい、面白いなと思いました。はい、ね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあメールいきますね、はい、ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ナサンさん、みそにさん、滑り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 すぎて宇宙人からもクレームが来た王子、こんばんは。こんばんは。んんは、それその情報はどこから来たって。わかんない。ヤンボーさん情報です。うん、はい、して体力は昔と比べると衰えるでしょ。年齢的にも、あ、耳が痛い。だからこそ運動を定期的にするんですよ。耳が痛い。休みの日に天気さえ良ければウォーキングやってます。2時間で4万歩すごいが一番歩いた歩数ですかね。でも若い頃はぶっつけ本番の二日酔いで村の陸上大会で1万メートル、5000メートル、400メートルに出るのは当たり前でした。すごい、うん、それに比べるとかなり体力は低下していると思います。でもウォーキングで疲れた感はありませんけど、やはり年齢には勝てませんね。あ、でもお店まで150メートルでしょうか、走っていったことはあるけどまだまだ走れる感はありますということで。すごい、すごい体力ありますね、うんうん、羨ましいな、うん、はい、続いてですね、はい、はい、お願いします。銭形警部からです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近は夜間の仕事で朝方近くまでかかっているせいか、昼夜の仕事のために睡眠時間を削る日々が続いていますけど、20代30代の頃とは違い、さすがに50代の年齢になると体力が落ち満身創痍の状態になりやすいですね、うん、こんなことが続いていると我ながら大丈夫かと自問自答してしまいます。今年に入ってジョギングをやっていかなければもっときつくなってしまうかもしれませんね。ジョギングをして体力をつけるということですね。あ、なるほど、なるほど、ということでございますけど、頑張ってね、うん、それはそうですね、20代30代の頃に比べるとね、50代になるとガクンと落ちますから、体力がガクンと落ちますよ、うん、本当にね、うん、お肌のツヤもなくなりますからね。まあ なんで私に言うの今ねって言ったでしょ、私の顔見て。それはやっぱり女性にお伺いした方がね
まあ失礼。じゃあだって王子がだよ。まあ失礼。王子がね、私に今言ったんでしょ。鏡見て自分でやってますってね、スキンケアしてますから。いや違う、私にねって言うからさ、なんか。悪いじゃん。そうしたら。プンプンですよ。プンプン。いやそれはやっぱりあの女性にお伺いすると、まあ、女性にお伺いして失礼でしょ。あのいろいろこうあのねお手入れしていらっしゃるからね、王子がそれやるとちょっと気色悪いじゃないですか。いや私に取り求められるのはちょっと遺憾でございますな。え、そうなの？わ、ねえ、全型警部ありがとうございます。ありがとうございます。さてさて、うん、名古屋は栄養コーナー行ってもいいですか？はい、はい、名古屋は栄養コーナーです、はい、体力ということで、うんうん、ね、やっぱり体力というとね、どうしてもこの名古屋小学校の男子の体力がね、うんうん、小学校5年生を対象に行われた体力運動能力調査で名古屋市は全国の政令指定都市で男子が最下位という結果ということですの、ね、話これはあれ、普段から、もう子供たちが外に出て遊んでないってことなのかな。なんでしょうね、うん、なんかまあまあね、たまたまニュースで見たのは、はい、そうね、名古屋のこの、まあ、こうといろんな都市、政令都市の中で、うん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 、名古屋の男の子が、うん、体力が一番最下位だよっていうニュース、うん、ねえ、だから今の子供たちだと、うん、そのまあ、中で遊ぶというかね、その、ゲームしたりとかですね、うん、YouTube 見たりとかね、そういう時間が増えてますので、うん、で外で遊ぶ、まあ、それはね、まあ、名古屋に限らず、まあ、全国的な問題ではあるんですけれども、うん、まあね、名古屋の子だったらね、うん、あの銀のシャチホコまで登りなさいっていう、それぐらいの、ね、気持ちでね、本当にあのやっていただきたいよね、本当に王子、滑ってます。え、それ滑ってるの？まあ、でもこれどうやって比較するんだろうって思うけど、やっぱ体力テストをこう、ね、あの、うん、で比べるんでしょうね、多分そうでしょうね、その基準っていうのが多分あるんでしょう ね、 ね、 うん、ね、なかなか子どもたちがね、うん、体力をつけるって言うと、まあ、やっぱりその普段の運動って言い方変ですけど、こう、ね、駆け回って遊ぶことがその体力をつける一つだと思うんですけど、ね、ね、やっぱりそういう環境がちょっと減ってるのはやっぱりあるでしょうね、うん、そうでしょうね、その環境もありますね、やっぱり ね、 ね、うん、まあ、もちろんね、あのこういったことも踏まえて もちろん名古屋 の、 こう、ね、あの教育現場はやっぱりこう、うん、まあ、その結果を踏まえていろいろね、こう対策というかね、こうどうしたらいいかっていうところをいろいろ考えてね、うん、やってるところなんではありますけれども ね、 ね、結構ね、あの、うん、名古屋市は河村市長ですけどね、はい、あのちょっと突拍子もないことでやる方ですので、うん、まあ、あのいろいろそういう小学校中学校にですね、うん、あの筋力をつけるマシンをね、もう入れるぐらいのね、もうそれぐらいの勢いにやっていただきたいなと思いますね。それも先ほどのジムじゃないですけどね、うん、それがもしあったらね、すごいですよね、その小学校中学校にあの簡易ジムがありますっていう、ね、皆さん、いやでもね、うん、そういう時代にもなってくるかもしれないですよね、うん、だってまあ普段でね言うとその、うん、ジャングルジムとかね、うん、今って小学校あるんですかね。あ、だからね、ジャングルジムって結構撤去されてるって話ですよね。このそうそう、なんかあのやっぱり落っこちたりとかして危ないっていう公園なんかでもなくなってますよね、はい、どんどんね。で昔だってジャングルジムの上に登って立ち上がったり、はい、眺めてでこう、うん、景色眺めたりするのとかね、普通にやってましたけどね。そうそう、だからね、ああいったものが総合的にその、うん、まあ、バランス感覚とかその、うん、ね、まあ、登る時の その腕の筋力とかね、うん、そういったものが、知らず知らずのうちについてたのかなとは思いますけど、うん、まあ、そういった器具が、ね、どんどんなくなっていくとね、うん、本当に大人が使うような、ね、ハイレベルな、ね、器具を使わないと、ね、うんうん、ダメになっちゃいますね、そうすると、ね、うん、あのヤンポンさんが王子が滑りすぎて名古屋の体力が落ちるってどういうことでカーポイさん、遊びもあれだからね、昔は普通に外で缶蹴りとか走り回っていたからね、遊びでもって、本当そうですよね、缶蹴りとかやってましたよね、うん、ありましたね、やりました、やりました、うん、
だから結構そういう外で遊ぶってこう、ねうん、鬼ごっこじゃないですけど、うんうん、そういったことでも ね走り回ったり、ねうん、走り回ってましたからね。まあでも今やっぱり走り回る場所が少ないっていうのはあるでしょうね。そうでしょうね、それもありますね。なんかこう、うん、自分たちのこう子供の頃の名古屋の名古屋市内って、うんうん、まだやっぱりなんだかんだ言っても緑がいっぱいあったし、うんうん、ジャングルだったり田んぼだったりですけどね、うん、やっぱり今だいぶ減りましたからね。そうだね、うん、公園が減ってしまいましたよね、うんうん、公園自体はあるんですけど、なんて言うんでしょうね、こう作られた公園じゃなくて、もともと子供の頃に遊んでた場所って公園じゃなかったことないです、うん、あの空き地とか空き地というかもうちょっとねあの、森じゃないけど林じゃないけどそんなようなところもありましたからね、まあ、多分王子の住んでるあたりだとやっぱりこう林とかそんな感じですよね。 あります、うん、で私の住んでるた頃 の地域だとやっぱり田んぼですよね、うんうん、田んぼとかやぶとかあって足が生えてる中を探検したりとか。そう探検しましたよね。ね、そんな感じでしたけどね、うんうん、はいね、ということで名古屋は栄養体力についてでした、はい、キウナ名古屋。ますね、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにこみすきさん、すべりょうじマスクマンさん、こんばん名古屋。こんばん名古屋。ちょっともっとテンション上げて、はい、こんばん名古屋。名古屋ありがとう。はい、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。メッセージテーマ、引力ではなく体力。昔からバシコロコロリスナーさん叩いちゃダメです昔から体力がある方ではありませんでした。運動してもすぐ体力を消費してバテたりとよくありました。特に部活やってた頃はランニングや坂ダッシュなどの走り込み、バスケ部だった僕は走るのが苦手。バスケも走り込みの多いスポーツなので必ず走る練習は欠かさず行っていましたが、もともと体力のない僕は何度やってもスピードがすぐ落ちがちでした。今も体力はあまりない方で、すぐにバテたり息が上がるので、現在運動するときは自分のペースでやってますよということです。どうしたどうした王子。あー、メールが来てるね。急になんかコメントを求めようと思ったら立ち上がるから何を言い出すかと思ってちょっとドキドキしましたけど、大丈夫ですね、はい、ということでね、うん、やっぱまあでもね、もう自分のペースでやるのが一番ですよね。そうですそうです、うんね、じゃないと、うん、あ無理するとね、あのそうそう、本当に気が上がる、あ怪我の元にもなりますからね。あでもそれもありますね。本当にそうなんですよ、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、美奈子さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、もうあれだわ、はい、だんだん朝夕肌寒くなりましたね。王子、冬になったら滑ることは言わないでね。暖かくしないと、この番組の王子の席は私が乗っ取るわよ。いいね、いいね、乗っ取られる、乗っ取られる、いいね。あの横に座っててください。はい、もう終わりです、さて体力、私の家の階段の段差が高くて階段を上がると息切れします。しかも手すりがないから、はい、雨の日は滑りやすく、何度も転んで足首を捻挫したことがあるやら。あら、大変、大変、うん、医者から軽い運動してねと言われたから、はい、お風呂場の低い椅子を絨毯に置いて上がり下がりを夜な夜なやっています。意外と疲れますね、うん、ということでございます。あ、でもね、それぐらいが本当にいいんですよね。ね、うんうんうん、あの無理せずにですね。無理せずにですね、はいはい、じゃあメールいきますね。はい、キウナ小屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。食も細いし運動もしないから体力はどんどんなくなってきてます。自宅が2階建てなので、上がり下りするために上がり下りするたびに疲れを感じます。体力つけたいですね。
今日はどんな話が出るか楽しみですということです、うん、でも本当になんかやっぱりこうね、うん、永遠のテーマですよね、この体力つけなきゃっていうのはね、うん、まあそうなんですよね、まあ、皆さんね、あの年頃超えてあのそうそう、シニアレベルになってくるとそういう話はどんどん出ますよね。本当そうですよね。ね、あと病院の話とかね。はい、ああ本当です。あ、そうヤンポーさんがねツイキャスで海鮮丼はって言ってて、しんいちさんが、海鮮丼って懐かしい、金属の釣り輪で今考えたら危ないですよねって、これ遊具ですよね多分ね。ああそういうことね。はいはいはい、はい、もうこういうなんかね。危険なって言ったらおかしいけどね、こういう遊具ってどんどんなくなってますもんね。うん、そうですよね。うん、あ、メールお願いします。はい、進撃のめいちゃんからですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いよいよイベントの解禁でも開催場所が名古屋、ぜひ5周年は沖縄開催をお願いします。うん、はいはい、そして体力、ね、やっぱりそこを目指したいですね。マスクマンの夜の活動の体力、うん、これ何を聞いてるわけ、まだまだありそうですが、うん、メイちゃん何をあの王子に聞いてるの。年齢を重ね、うん、朝から夕方まで立ち仕事していると体力をかなり奪われますね。うん、お仕事が終わった時の解放感はもう気持ちいい、その後のお茶は美味しい、今週頑張れば那覇祭りを見に行きます、体力つけて頑張るぞ。でも今母親が頭痛の痛みで寝込んでいます。何もないといいけど。ではではおやすみなさい。寝ちゃうの？あ、寝ちゃったんかな。寝ちゃったの？聞いてないのかな。あら、うん、これはあの、まあ、でも睡眠も大事ですから ね、アーカイブで聞いていただけたらでいいですよね。はい、そうですね、はい、まあ、めいちゃんの場合はね、うんうん、この夜の話が王子のことが聞きたくてしょうがないんだろうね。あ、でもそう、お姉ちゃんのあれで思い出したけど、うん、そうですね、那覇大綱引きですよね、うん、今週末ね。そうですね。はい、で、ヤンボーさん、うん、王子、明日の MSPP のテーマって王子にぴったりだな。ミュージックシャワープラスプラス。うんうん、何だった明日のテーマ。滑った。あ、そうだそうだ、滑ったの。そうだった。はい、あ、そうですか。明日ぜひ出してください。滑ったのね。滑っただから。うん、はい、滑った。ああそういうことね。ああ、だから、うん、テーマがそういうテーマだから。ああ、ううね、王子滑らないから王子迷っちゃったよ。がメールするといいのになって思った。ああ、そういうことね、迷っちゃったもん。うん、ます、うん、滑った、え、王子滑ってないけどって、うん、ね、高坊さんから。王子滑ってます。高坊さんからウォームアップとクールダウンをしっかりやりましょうね、コメントもクールダウンでって。あら、うん、うん、あ、でもね、運動ってそうですよね。そう、ウォームアップとクールダウンって本当しっかりやらないとね。うん、そうなんです。ところで、でもギネスさんがね、うん、最近朝まで飲みに行く体力がない、11時には眠くなる。あ、同感ですね。まあ、うん、あの場所にもよると思いますけどね。場所、はい、うん、うん、なんていうの、うん、まあ、居酒屋さんでね、こう飲んでる一人だと多分飲んでるとこう眠くなることもありますけども、うんうん、ワイワイやってるところだとなかなかね、チヤホヤされると、うん、お兄さん元気なんて言われちゃうと、うん、うん、とっても元気っていうね、返して朝まで飲んでるって方いらっしゃいますんで。ああ、なるほど、うん、まあ、その雰囲気もありますかもしれない ね、うん、え、シュプリームさんが王子の場合は過去形の滑ったではなく現在進行形だからねって。そうなの。うん、で、どこが滑ってるか教えてほしいもん。ほらほら、本当にまたまたそういう風なんだから、うん、いや本当に教えてほしい、どこが滑ってるかを、うん、ピンポイントで教えて。あれ、唐突だけど今日玉城美香さんの誕生日だよって。あ、そうでした、ね、そうだったっけ。あ、美香誕生日なの。あれ、本当今日。あ、確か10月でしたね。そうか、今日だ。あ、今日なのね。そうなんだ。はい、はい、うん、はい、ギネスさんが、うん、誰が滑ってないってって。いや、これは私が自分で言ってるから多分、うん、王子滑ってないのは間違いないと思いますよ。うん、滑舌悪い時はありますけどね。ね、カッポーイさんがマスクマン滑ってないって言ってるけど、オープニングで自己紹介で自分で滑り王子ですって言ってるからねって。これはです ね、皆様からいただいたネーミングでございますんで、ね、で分かりやすくしてますので、はい、ペーターさんが、うん、もう終わりです滑りって。もう終わりです。はい、ということでエンディングです。はい、ありがとうございます。すごいな。来週の
テーマはお店。来週のテーマはお店です。行きつけのお店が突然閉店、屋台のお店がお気に入り、顔見知りのお店があるなど、お店エピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、ありがとうございました。しんいちさんが名古屋のいい店を教えてくださいということで来週紹介したいと思います、はい、そしてギネスさん、あ、本業さん明日誕生日だって RBC の、おう、ああそうなんで、ロアさんありがとうございます。名古屋のこと忘れてましたって、はい、はい、ということで、はい、来週も聞いてください。はい、閉店ガラガラ。今週もありがとうございました。今週でもね、うん、王子割とクロストークは真面目でしたね。そうでしょ、ね、うんうん、もっとぶっ込みたかったんだけど時間もなかったですから、うん、まあ、ほどほどにね、うん、あの、いいと思います。あとね、あの、うん、相手の、ね、新井さんがどんな方かわからないんで、うん、ね、あのどこまで行っていいかわからなかったあ、そうだね、うん、ちょっとだけ入れました。はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。